今日から6日間開催の九州スポーツ杯争奪戦初日の競争は主役候補初戦はかなり明暗分かれるスタートになっています水面は1日を通して穏やかなコンディションとなりましたこの時間帯も風は弱めの水面状態です初日の最終レースは12レースドリームセンドファーストとなります スタートまで1分を切りましてこれから6人ホームステッチ側です人気の中心は地元山口の運の幸四郎前半戦は外の仕掛けの前に2着に終わりました1番の運の。ここはしっかりと勝っておきたいところ1コースに入りますそして2コースこちらは不安な立ち上がりになりました2番の室田康文モーターの仕上がりが今シリーズはポイントになりそうです2番の室田2コース そして3コースには3番の瀬能忠幸初日はセンター戦の2走4コース角1は4番の佐藤佳悠基前半戦はさばいてきっちりと2着連帯スタートそして外2人は前半戦ともに0台踏み込んでいきました5コースは5番の木下翔太校長の木下が順調な滑り出し6コースに6番の今坂昭弘こちらも2着の上場の滑り出しです。新入隊形はインコースから 1> 1番2番3番4番5番6番ですスタートしましまた全体的にはそれほど大きな差はありませんが若干後手を踏んだのは1番の海野それでも伸び返す1番の海野が逃げ展開3コースから仕掛ける3番の瀬能のまくり届きません真ん中、張っていった5番の木下と打ちをつく2番の室田ここは2番タラスになりまして1番、海野は逃げました。 スタートは前提正常です2番、すいは2番の室田が内、外に5番の木下と3番、瀬戸内側からやってきたのは4番の佐藤か2幕内から4番の佐藤か先取り外を回った2番、室田付け前でかわすも差し場できたのは5番の木下さあ2番、すいここで一気に5番の木下差し切りました逆転2点心リードそしてこの後ろに2番の室田と内から3番、瀬戸が競り合う展開です。 2周の一マーク今度は3番手らいは3番、瀬能に外から2番、室田内側狙っては4番の佐藤か2番の室田は差しに切り替えましたが差し遅れましたここで3番手は3番、瀬能が抜け出して上位3手は1番、5番、3番です一気に3、4番手は坂開いてその差は4点審査2番の室田は4番手交代そして4番の佐藤が5番手6番、今坂最高峰追走です先頭は1番の運野レースはこれから最終周回です さあこの辺りでは5番の木下が追い詰める動き先頭2番手差は3停進と詰まっています3番手は変わりません3番背のリードは4停進最後の1マークの旋回です先頭で1番の運のが回る5番の木下かなり追い詰める動きを見せますさあ強力モーターの5番の木下が一気にトップの との差が二手四半まで差が詰まっています。さあ、最後、どこまで追い詰めるかというところですが、三連単1。一、五、三の組み合わせれば倍の2、八点。一番イノッ最終ターンマック。先頭で一番の雲のが、千回。五番の木下ですが、ここではだいぶターン流れてしまいました。二番手まで1、一、五、三の体勢先頭は一番雲の五輪。五番木下五輪。三番瀬野五輪。四番佐藤が五輪。二番室田五輪。六番今坂五輪。